GX61。 はい。え、黒いソファーじゃないと座らないと意味見ろ、意味見ろ、そんな言うの。あれ、今日あれないですね、皆さん、ニコ生。たぬ、こっちの何でしたっけ、ふわっちの方がきついコメントです。ほんまそうね、どけたね、変なディスルコメントね。はい、北丸さん、どうもお久しぶりです。両方、俺普段コメントないんで、ね、あれさ、梅田さんちょっと話やってるけど申し訳ないですけど、あれが俺も最後だから、梅田さんのあれミニチュア、はい、覚えてます、ミニカーですか、ミニカー、あれがね、もうあれが腹が入ってね、俺ね、ものすごく受けたんさ。仕事、仕事、あの時仕事出張行ってる時ね、放送日言ったら梅田さんしかなかったんですよ、はい、でさ、見てたら梅田さんがミニチュアコーナーとかでやってくれたでしょ、はいはい、あれもうね、もうあれがね、もうね、ものすごい癒されてね、懐かしいですね、浜田さん、あの道はもうないんですか。あれまたないですよ。あ、まだまだ、あとでまた写真で、ね、バイクで、浜田さんバイクで来ましたね。なんと松本と、なんてこと言いやがる。あ、俺ふわっちゃやないですね、嫌いなんです、ふわっち、はい、で、たまにやってませんね。たまにやってますけど、一人二人しか来ないんで、あ、はい、インシナルから梅ちゃんに言うて、梅ちゃんに言うて、今、うん、プロテオ大戦校に着いたんよ、うん、大笑い校、うん、ふわっちゃ稼げる、本当ですか浜田さん、どのぐらいなんですか。俺、稼ぎたいでやってるんちゃうんですよ、はい、まあ、なんていうかな、使い分けてるんですか、ふわっちはふわっちでね、このふわっちだけのリスナーとおるんですよ、はい、俺、ニコ生はニコ生でいてんねんけど、一応それバランス考えてやってもいいじゃん。あ、で、外配信は、見にくいんですね、はい、米ビューはね、スマホでやったら、あ、だからワッチだって言うんですか、はい、うん、大笑い子、そうですね、浜田さん結構早かったですね、つくの、まあまあ、下子出たんでね、なんか、なんていうか、10代結構多かったの、今日は、梅はニコ生の梅ですね、うん、佐野、破天荒、どれも大手でもこれからままだ、いや、そんなもんないよ、そんなもんないよ、俺は一人でコラボするからさ、まあね、梅ちゃんね、もうまあ昔からね、エースが写真も出るしね、はい、ね、ニコラマアウトロ軍団のね、一員やんね、いや、もういいだろ、なんだろ、5時だから、ね、浜田さん、中型ですね、バイク、え、梅ちゃんの何、俺も中型です、中型、ね、はい、この族やってたら中型、ね、中型で4円までやからね、はい、あんまりなんとか乗ってる人、俺らの時代なかったさ、ええ、梅ちゃんの時代もそう、はい、免許ないのも普通にいますし、そうそう、それさ、それさ、はい、僕ら無免許やったもん、ええ、うん、でさ、4円やったら余裕で逃げれるからね、そうですね、うん、はい、その7のいらんからね、はい、これ250円やったらちょっとしんどいから、そうですね、うん、梅は車は大型持ってるよ、あ、もっとも車持ってる、え、浜ちゃん何も、いや、俺大型特殊まで持ってる、大型特殊、うん、一緒だったらしないですよ、その放送族の名前はバタイム、バタドックですね、うん、昔は免許いらないで、いらないですよ、みんな乗ってる、そんなね、逃げちゃうね、どこやってる時はおら、はい、おりませんよね、ええ、そこ落ち着いてから免許取るもんね、そうそうそう、例えばフォークリフトで道走れるんよ、ショベルカーとかで、俺な、不正が大型特殊、特殊、そういうこと、その発言はアルチューですね、ちゃうよ、それ、あ、僕はアルチューでしたよ、昔はね、うん、やっと竹馬台、余韻と提案、酒飲みたくない、あ、そんな酒飲んでました、昔から、昔はひどかったですね、あ、そうそう、アルチューですもん、あ、はい、入院して治れましたね、あ、そうですか、はい、またこれ飲んで、まだ大丈夫ですか、全然大丈夫です、ね、はい、浜田さん、茨城にいますよ、浜田さん、かっこいいですよ、いや身長高いです、そうね、あゆみさん、あゆみさん分かんないですよね、俺、あ、
はい、22位、無駄にね。え、付き合いあるんですか、アミと。ないですね、わからないです。はい。高級ビール飲んでますね。昔は高級ビールです。昔なんか群れの中女となんかし付き合いやってたんじゃないですか。え、誰ですか。いや、だから、何ちゅう女かな、ニコ生でも昔おったんですよ。その女の話出してたのね。いや、あれ、梅ちゃんの女なんで、あんまり名前言うたら出したかんって、リスナーに言われてんけど、そっから俺もね、ちょっと被害、ちょっとね、梅ちゃんの女やったら、ね、はい、俺もね、ちょっと遠慮しようかなって。誰ですかね。そんな記憶ないですか。配信者。配信者。あ、なんとなく分かります。はい。俺、薬師の顔か、ね、近藤のところにも寄るんですか。いや、夜慣れないよ。あいつアホやもん。あ、聞くことが、俺のことわからんから電話変わらへんって言ってな。梅ちゃんに通訳やと思ってんのよ。あいつ、おったら言うだろうな。クソアホな、お前。人を舐めとったらあかんのか。浜田さんの言ってることわかんないから、通訳梅ちゃんしてよ、つって。ほんまやもん。なあ、梅ちゃんわかるもんね。わかります、わかる。人舐めてんの。お前らわかります。君らわかるやろ、大概な。せやろ、少数は誰よ、少数は近藤で分かるやろ。なあ、アホなんや。なあ、そんな平気で言うんや。アホやからな、あいつ。カメラさんって誰ですか。これ違います、梅屋ですよ。似てますよね、だけど、はい、あのね、あ、馬入りって知ってます。いや、わかんないです。あ、もうなし、あいつのなんかね、その相撲さんみたいなのっておるんですわ。あ、そんな、なんとなく似てますわ。あ、そうっすか、うん、俺も最初パッと思ったら、あ、梅ちゃんなんかあの人似てるなって、うん。じゃあすごいな、30分でニコ生の方も浜田さんの方もすごい。パッチ、フォローすまで、ありがとうございます。どうも。ダメコンと一緒にするな、わらわら。ハムトさんは本業配信業なんですか。配信業じゃない、俺趣味でやってます、趣味で、はい、趣味で。え、ギターもちょっとね。あ、ギターありますよね、アンプとね。はい、バンドやったんですか。もしバンド今でも。あ、はい。その曲も書いてるんですか。曲もやります。あ、もう俺アーティストやで、アーティスト。いや、そんなんじゃないですよ。いやいや、器用ですね。いい俺ら全くその音楽とか絵とか全くあかんのか。でも花村さんもあの音楽の造形が深いじゃないですか。え音楽は。いやいや、もう聞くのはええんすか、あの結構配信機材こだわるんですよ、ヘッドホンとかね、はいはい、あんなこだわるんやけど、だからやっぱり自分で発信できやんもん、これ。あ、それ梅さん今聞いてすごいなと思ってね。いなんか小説とか書いてますよね。書いてます、書いてます。浜田さんのあの作った動画あるじゃないですか、あのアウトロー配信にしたあれいいですよ、僕いつも見るんですよ。梅ちゃん、梅ちゃんこれてるね。梅ちゃん太ね、だいぶ太ってたもんね。太ってましたね。ね、なあれだね。より今出てるけど。まず病気で。ああそうだ。はい。あの動画はね、皆さん秀逸ですよ。最後のフォークで。ね、まあいうこともありましたよね、昔。うん、まあ、古き良きニコ生というか。昔はおもろかったですね。だけど、はい、面白かったね。みんな仲良かったっつう。そう、うん、もう全盛期やからね、あの SDR 軍団とホープと、ね、はい、これ竹本が途中で、ね、参加してね。そうそう、ね、言ってることいいよね。はい、だからね、ふさいらしい。俺でも言うの。え、それ意味不明は君の頭、心の能力なんよ、わかるな。こんなこと一緒よ。なんか荒れてるぞ、こっち。近藤組長でしょ。だから自分のな、聞く能力な、障害あるくせにな、それ棚に上げてさ、何喋ってるか分からんのかな。な、それなんよ。で、自分で自分のあれなんよ、ボケそうってのは首絞めてるわけよ。ほんま。な、多少俺は口早いか分からんよ。ね。だから、それは聞き取れる範囲よ。そやろ。ピンポンとさん、仲良くせいや。今度今からこう言って呼べばいいのに。うっとうしい、うっとうしい。あ、ずっとしいんですよ。そうなんですか。つば、なんかね、これ、沢に一緒におだことあります、あります、あります。なんか沢に来たりとかしません。あ、しなかったですね、俺の時は。そうっすか。ええ、もうべったべた沢に来てね、俺、つばとか飛ばすの、喋る時ね、そのつばがね、この顔の顔面にかかったりと目の中に入ったりするんですよ。うっとしてね。だからもう、あいつは嫌なんですわ。あ
浜田さん焼けましたよね。あ、うちは涼しいですよ、17度。涼しいよね。え、これ、17度そうっす。えら気前ですね。俺なんか節約して26ぐらいやって、27ぐらいやってる。なるほどですね。ラノコママって何、あのラノコママ。あー、ラノコママ。コマモ。コマモ。そうそうそう。なんか言われてもなんかパンツ見てたとかね。はい。でもね。昔からなのね。ね、あのね、はい、そっち系のね。はい。そういう言うてば、こんな色あれそっち系じゃない言うてば悪いけどさ。あの子寝そうだったもんな、君な。昔のあれとちゃうやん。昔ちょっとな、スリムやったもんな。君よ。コラボ珍しいですね。浜田さんは若い頃かっこいいですよね。なんかビーバップみたいですよね。そうだね。いや、かっこいいですよ。あんまり変わってないね。体型変わらんぞ、俺。あ、体型は変わってない。体型はあんま変わらんぞ、ね。いや、ラノコマはビジネスですよ、今でも。ぽっちゃり、じゃあ、かまへんけど、ええけど、それぐらいがええで。ぽっちゃりぐらいがええで。うん、浜ちゃん、海が湧いたから夜吐きをつけてるよ。違うわ。すごいベッドに誘われるよ。いやいやいや、なんか両方とも閲覧がすごいです。これアクティブどんな感じ。アクティブ、え、アクティブ10分。要するに93時代のハムと写真あるよね。笑。あ、それ見ましたよ。台本で殴り合いする時間やぞ。台本ないです。うん、アバシどうでした？まあ、アバシ、まあ、うまかったんじゃないの？あのね、塀がね、塀、ね、アバシ行ってたところでね、塀、はい、がね、今、昔ながらのレンガ作りですわ。あ、うん、なんかね、はい、非常に趣ありました、はい。後でアブだってね、ハムちゃん。ARB 撮るんすか、ハムさん。いや、あ、知ってますけどね、昔はもう ARB とかあんなんばっかりでしたよ、昔、あの、はい、俺の時代ね。ボーイとかね、ボーイはもうちょっとね、ボーイはちょっともうあのだいぶ頭がいいけどね、ARB もよく聞いたし、はい、アナーキーとかしてます、浜田さん。アナーキー好きでしょ。好きでしょ。好きでしょ、アナーキー。はい。もうアナーキーばっかりポスター撮ってましたもん、これ。あー、アナーキーシティとかね。はいはいはい、今でもアナーキーの CD 持ってるからね、ちょっと高かった、5000円ぐらいしたけどね。そんなしたんすか。アナーキーライブとかね、はい、世代ですよ、やっぱ浜田さんはね。うん、梅田の時代って何やった？俺らの頃、あのブルーハーツとか。あ、ブルーハーツね。あ、うん、ブルーハーツ分かったな。キャロルはもっと僕より前ですよね、浜田さんぐらい。俺ら前ですよ。あ、もっと前。俺らもキャロルも前ですよ。だいぶ前ですよね。あー、はい、クールスと対バンやったことあるんですよ、僕。え、ね、クールス何？クールスとあの一緒にライブやったことあるんです。ほんま、ほんと？はい。すごいじゃん。すごいじゃん。あのメンバーと？そうそう。フルメンバーがタクシーの人がいない人がいないですよ。ああ。はい。本田さん、ニコのマフワッチキャス、全部バン。何やったんですか？本田さんと眠り合いするの？しないです。あの、台本ってな、俺さ、なんか、今度は言うてるけどな。あいつがな、最初に台本したんで。わかる？あれでももっと前。最初に台本したあいつやで。な、俺があいつにな、あいつもてなすために台本したんですよ。な、だろ。意味わかんないだろ。だから別に俺自分で絵格好するために台本したんちゃうんだよね。ワコマンチョ。はあ、2010年当時 HMD はナーキーの存在しなかったよ。あ、こうやな。やかましこれな。知らんか、知らんわけないやん。俺ら中学の時は聞いてるね、中学の時から。ね、結構辛辣なコメント飛びまくる。そうそう、もう分かってる。あいつ売名からな。うん、こんな話なの、ね。いやいや、もうでも浜田さんが来てくださってね、本当よかったですよ。本当は裏で浜ちゃんもね。あ、小池さん。大嫌い。小池いらっしゃい、どうも。浜田さんの海岸と世代。小池、やったぞ。お前の大好きな梅ちゃん。な。小池、やろ。俺やるときやるやろ。小池。な。小池。な。